貯水量の輸血仏願の日ですね。貯水量という人は唐の時代の、唐の三大家という中に入る有名な人です。応用順、愚西南、そして貯水量とこの3人になりますね。この3人は、覚えとかないと、名前ぐらい知らないとおかしいですね。はい、貯水量って人はものすごく器用な人で、いろんな作品を残してますけど、それぞれによってちょっと雰囲気のある作品です。とても器用な書き方をなさる人ですね。行書の作品ですと「古樹の譜」とか「愛作」とか、楷書ですと、この「輸血仏願」の他に「毛包詩」だとか「棒元礼の日」とか、そんなものを書いてますね。いろんな作品を見てみてください。輸血仏願はですね、私も実際に見てきました。中国の竜門というところにあって、竜門っていうのはもともと陸上の造像記がいっぱいあるところです。ものすごい無数の岩肌のところ、岩山ですね、岩山の洞窟の中に仏像がいっぱいありまして、その中に造像記の名文がいっぱいあるんですけど、その輸血仏願はその造像記よりもだいぶ後になりますね。唐の時代になりますから、それは後から書かれてるんですけど、これはちょっと外側にあるので風雨にさらされて、だいぶ摩滅してしまって、あんまりこれが輸血仏願の日かなってようやく分かるような感じではあるんですけれども、非常に均整の取れた、すがすがしい、そして気品のある作品ですね。ぜひ勉強してみてください。貯水量の輸血仏願の日になりますね。それでは書いてみましょう。この字はですね、風気、これは風も気も左右対称なので、割とバランス取りやすいんじゃないかと思います。ですから、きちんと対称に書きさえすればね、中心線軽く折っても構いませんから、しっかりと真ん中を意識しながら、こうど真ん中にこう入れてください。はい、冠ね、ここちょっと軽く止まり気味がいいですね。はい、横棒細くね、ぐっと細くいって沈んで、ゆっくり止まって引き上げましょう。はい、横棒細く、動作の変化をつけていきましょうね。口はちょっとぺたんこですね。はい、田んぼの方ちょっと大きくなりますけど、ですね。そしてこの次の盾ですね。この中心に来る盾っていうのは、フラフラしてると軸がぶれてしまいますから、ここの中心こう見ながらしっかりと強い線でいきたいですね。スッと引きましょう。次、木ですね。木はちょっとぺったんこかな、こういうふうにぺったんこにいって、やっぱりこの縦ですね、しっかりと止まって、この横棒、これが難しいですね。一番この中で難しいと思います。ぐっと言ってあげてください。ややこの反り気味のね、線ですね、反りながらピーンとこう張った張りのある線ですね。細いけども張りのある線。はい、横棒から縦太く、ここ絞らないようにまっすぐ行ってくださいね。こっちは絞ってます、こっちはまっすぐです、こっちは絞って絞ってかな。こういうふうに形もね、どうなってるかを見ながら行きましょうね。そしてこれは下から上上がってますね。軽く止まり気味がいいでしょう。できました。風紀、中心から対称になるように行ってください。そしてポイントの線は、この張りのある横線、長い横線、そして縦棒ですね。ピシッと歪みのない縦棒。